皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は奈良市芝筋町にございます 1LDK の賃貸マンションココドミールという物件にやってまいりました。こちらの物件はですね、とても広々としたリビングスペースが魅力的なお部屋となっております。リビングスペースはテレビ、テーブル、ソファーなどを置いていただいてもですね、十分なスペースがございます。またこのお部屋にはですね、このようにエアコンが1台最初から設置されておりますし、また雨の日などでも大活躍の室内物干しもございます。雨の日などはこちらに洗濯物を干していただければと思います。ここのお部屋はですね、1階のお部屋となるんですが、1階のお部屋にはですね、専用のお庭のスペースもございます。このように広々とした空間がございますので、お布団などもしっかりと干していただけるんじゃないでしょうか。また防犯面といたしましては、このようにシャッター窓もございますので、夜眠る際やお出かけの際などは閉めていただければ防犯面もアップいたします。リビングスペースのすぐ隣には洋室のスペースとなっております。こちら寝室としてもご利用いただけますので、ベッドなどを置いていただいてもいいんじゃないでしょうか。また奥にはですね、このようにウォークインクローゼットタイプの収納スペースがございますので、衣類やコートの収納にも困りません。お部屋はこちらスライド式の扉がございますので、ここ全て閉めていただいて、独立したお部屋としても使っていただけますし、このように全て開けていただいて、リビングスペースの続き間としても使っていただける、そんな使い勝手のいいお部屋となっております。リビングスペースに戻りまして、その他の設備をご紹介したいと思います。まずはこちら、ホームセキュリティサービスといたしまして、セコム入ってます。またリモコン給湯もございますので、ここでお湯の設定温度なども変更していただけますし、こちら、建物がですね、オートロックが完備されておりますので、ここでオートロックの解除をしていただけるモニター付きのインターホンとなっております。カウンターキッチンもしっかりでございますが、カウンターの下はこのような収納スペースとなっております。高さを変えることができますので、ご利用途に合わせてご利用いただければと思います。またキッチンスペースもとても広々としております。シンク、調理スペース、そして三口のガスコンロがビルトインされております。このように収納スペースもしっかりでございますので、ぜひご利用いただければと思います。冷蔵庫などはこのスペースに置いていただければ使い勝手がいいんじゃないでしょうか。キッチンスペースを出ますと、こちら玄関スペースとなっております。下駄箱も大きくございますので、靴の収納にも困りません。この扉を開けますとお手洗いとなっております。奥に進むと水回りとなるんですが、こちら収納スペースとなっております。ぜひご利用いただければと思います。最後は水回りです。このように広々とした独立の洗面台がある、このようにシャンプードレッサーともなっております。奥に、室内洗濯機がございまして、さらに奥に進みますと足もゆったりと伸ばして入れる、一坪タイプのお風呂となっております。天井には浴室乾燥機もございますので、ぜひご利用いただければと思います。いかがでしたか。これだけ使い勝手のいい 1LDK の賃貸マンション、気になるのはやはり賃貸条件ですよね。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸の先では各大学生協と提携しております。学生の方は仲介手数料半額となりますので、この機会にぜひ一度ご来店ください。ご視聴ありがとうございました。